日経新聞の関本です。待ってました。日経新聞の関本さん、ようこそ。入社2年目、立憲民主党の岡田克也幹事長が11日の記者会見でですね、国民民主党の玉木代表の発言に対して、それが本当に国民民主党の考えなのかと、その同じ選挙区でその国民民主党と立憲民主党がその候補者がバッティングしたりする可能性について、そういうことを本気で考えているとは少し考えにくいという、その国民民主党のその候補者擁立の態度に対して、こう一部こう疑問というか、本気度に疑問を呈するような発言があったんですけれども、それについてはどうお考えでしょうか。それは大政治家の岡田克也先生らしからぬ発言ですが、代表の発言が本当に国民民主党としての考えですかって聞いたでしょ。代表が言ったことはその党の考えですよ。我が党の玉木代表がおっしゃったことは我が党の考え、当然じゃないですか。で、逆に言うと岡田さんは泉代表の言った言葉でも立憲の言葉じゃないことがあると思ってるから、そういうことを聞くのかな。そう聞こえるよね。代表の発言というのは党の発言に決まってるじゃないですか。代表というのはそういうもんです。以上。